みなせよ、ダムです。最近韓国はですね、だいぶ寒くなってきて、心まで寒くなるんじゃないかなと不安ですが、皆さん心配しないでください。皆さんがクリスマスを暖かく過ごせるように、お約束通り、SA からのプレゼントがあります。漏れなく差し上げます。ではご紹介させていただきます。 SA、 あれ SA、 何すごい出てくるの、何ですか、始まったんですか。はい、改めてご紹介させていただきます。はい、SJ さんです。はい、SJ です。こんばんは。こんばんはでしょ。そうですね、うん、こんばんはですね、こんばんはですね。今日はちょっとですね、落ち着いた感じで、じゃあ行きたいと思います。今日知ってました、あのライブがあるということ。ああ、そうですね、もう今まで準備してるんで。ああ、はい、なるほど、はい、あの準備してたんですね。はい、ああ、この中で。はい、この中で。この中でしないといけないですか。いけないです。ああ、なるほど。何かこういろいろね、技っていうか何かをこうこの中でやってたと思うんですが、約束通りですね、本日ライブをさせていただく予定なんですけれども、どんな曲を皆さんの前で披露するつもりですか。あ、今日まで、曲を決めなくて。あ、はい、決められなかったってことですね。さっき決めました、うん、あ、さっき、はい、あ、もう本当は今回のライブは、うん、ゲリラコンサート、ゲリラコンサートそうですね、でしたいと思ったんですけど、うん、やっぱりそれができなくて、でも、でもゲリラコンサートみたいで、うん、やりたかったんです。あ、そうですね、まあ、本当は皆様の前で、リアルタイムで動画の公開させていただくつもりだったんですけれども、やっぱり、装備の問題というか、何かあった場合、本当にね、SA さんの素晴らしい演奏が演奏を見せすることができないんじゃないか、できないかもしれないんじゃないかなと思いまして、よりですね、確実に、素晴らしい演奏を私たちが先に撮っておいて、公開した方がいいんじゃないかなと思いまして、そうですね、そう決めました。はい、じゃあ長いですね。あ、すいません、ちょっと喋ってたら長くなっちゃいました。最近ちょっと日本語はですね、あまり前と比べてあまり上手じゃないというか、すいません。はい、で最初の曲は何ですか。はい、あ、最初の曲はですね、うん、やっぱりクリスマスコンサートだから、うん、最初の曲はケロです。あ、クリスマスソングですね。で、まあ、僕がなんか20代時、うん、はい、有名な曲だったんですけど、はい、一応マライ・ケリー、あ、歌手さんが、うん、歌った、All I Want to Christmas を、はい、あ、ちょっと大好きです。あ、本当ですか、はい、マライケリーですか、曲ですか。どっちかといえばマライケリーですか。すいません、もちろん曲の方も好きなんですけれども、あ、僕実際には歌うことあります。マライケリー、本当ですか。はい、僕がなんか番組で、はい、演奏をした時、その時多分ショーケースで韓国に来た時、はい、あったんですけど、ボディガードが僕をなんか、あ、舐めて、はい、舐めて、で、逆に来ちゃダメって、はい、
やっぱりこうナイスバディですか。ああ、ちょっと顔がちょっと小さかったです。あ、うん、まあ映ってるあの画面に映ってる顔よりあの小さかったということですよね。そうですね。はい、私も本当にね、うん、一度会ってみたいんですが、うん、じゃあその話はですね、置いといてですね、まずはちょっとやっぱり長くなりますね。で、うん、マライア・キャリーの、うん、あの All I Want っていうその曲は、もともとはちょっとパンキーな雰囲気だったんですけど、はい、うん、僕がちょっとアレンジして、うん、ボサノバ風に、あ、はい、演奏することになりました。うん、本当に楽しみですね。はい、じゃあ、では最初の曲をですね、あの聞いてみましょうか。はい、お願いします。はい、All I Want Christmas。
ます。どうでした？あ、本当に良かったです。うん、はい、ありがとうございます。僕がこの曲を、はい、最初の曲を決めた理由は、うん、昔からクリスマス日に、はい、街でこの曲が流れてくる、はい、今クリスマスだなーっていう感じになるんですね。最近はあんまりそれがないんですけど、まあ、昔は、うん、曲を聴いたら、あ、今日クリスマスだなと思って、本当に有名で、よくあの世界中で流れてる曲ですね。で、次の曲は何ていう曲なんでしょうか。次の曲は、僕が、一番好きだった、黒人の歌手。あ、黒人ですね。ピティニー・ユーストンさん。あ、私も好きです、はい、今も亡くなりましたけど、その人の曲を本当に好きだったんです、はい、そのもういろんな有名な曲があるんですけど、やっぱりその中で一番好きだった曲は「ラ、うん、ンチュー」っていう曲なんです。聞いたことあるかも。うん、今ちょっと微妙なんですけど、聞いてみると多分わかると思います。その曲は今は亡くなりました人がいるんですよ。知り合いですけど、知り合いの方が亡くなった。はい、日本語先生だった人なんですけど、その子が病気で、がんです。その人は、サックスが本当に好きで、会社も辞めて、いろいろミュージシャンがなりたかったんですけど、ミュージシャンですね、はい、最後はもうそれができなくて、それがちょっと残念だったんですけど、ね、やっぱり僕がそれを見て、なんかその先輩代わりに、もっと有名なサックスプレイヤーがなになって、その人の願いをちょっと、叶えてあげたいなって思います、ね、そうですね、はい、でその人が一番、好きだった曲も「ランチュー」だったんですよ。なるほど、でこの曲をちょっと今はもうそばにはいないけど、この曲をなんか自分の前で、いつかなんか吹きたい、吹くんですね、吹きたいと思ったんですけど、それが今はできないんですけど、もう1回は1回ぐらい、そうですね、その人の、その方のことを、思いながら、今日この場で演奏するということですね。はい、なるほど、分かりました。じゃあでは次の曲はランチューです。はい、お願いします。
ありがとうございます。いやー、感動的でした。その方もですね、きっと今天国で SNS さんの演奏を見てくれてると思います。本当に感動でした。ありがとうございます。で、3番目の曲ですね、はい、どんな曲なんでしょうか。さあ、3番目の曲は自分の曲を聴きました。 SA さんの曲ですね、はい、My Love っていう曲なんですけど。知ってます。知ってます、はい、僕のアルバム。そうですね、まあ、アルバムの中にも入ってるし、まあ、普段ライブとかで僕はやられてるんですよね。そうですね、もう最近日本ではもういろんな曲があって的な方なんですけど、はい、それをちょっと皆さんに聞かせてあげたいと思って、はい、今回はそれを決めました。あ、この曲ってどんな気持ちで作ったんですか。あ、この曲はですね、はい、日本で留学した時作った曲なんです。あ、なるほど。その時留学の時がちょっと疲れて、まあ、寂しくて。そうですね、大変ですよね、はい、いろんなことがあるんですけど、僕が好きだった、我にいるというサックスプレイヤーがいるんですけど、はい、そっちその人です。あその人の曲の中で My Love があるんですよ。あ、本当ですか、はい、でその曲を聴いて意味なしで、はい、マイラブの曲が好きだったから僕の曲もタイトルをマイラブを決めました。あの方の曲名がマイラブだったってことですよ。だったってことマイラブっていうことですよね。そうですね。で、マイラブっていう曲が好きだから自分の曲のタイトルもマイラブにしたってことですね。はい、行きますか。じゃあ、そうですね、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ次の曲はマイラブです。お願いします。
ですけど、うん、この曲をですね私は聴くたびに、個人的な感想なんですけどね、ある人が、会いたくて会いたくて会えない人のことを、こう思いながらこうそうですね、なんて説明すればいいかわからないんですけど、なんかそういう、切ない気持ちもあって、本当にこういろんなこう意味がすみませんこう入っている曲だと思います。で次の曲で、最後ですよね。最後です。あ、はい、じゃあやっぱりこうクリスマスですからなんかこうクリスマスっていうをこうなんていうんですかこう気分になる、うん、なんか曲とかないですか。あります。ああよかった。最後の曲は今までちょっとパラドだったんですけど、うん、やっぱり韓国の雰囲気は最近もっと寒くて、うんうん、なんかパンキーな曲より、うん、パラドの曲方がもっと合うかなと思って、うん、パラドの曲を決めたんですけど、はい、やっぱり最後はちょっと楽しみな曲面白いな曲が合うと思って、うん、ジングルベルを決めました。うん、あいいですね、ジングルベル。ジングルベル好きですか、はい。そうですね、私大好きです。子供の頃からよく聴いてきた歌で、はい、うんうん、今はいやこれしますすいませんで。そうですね、やっぱりこの曲を聴くと、あ今クリスマスだなっていう気がします、まあ、気がするっていうか、そうですね。そうですね。すごく感じますね、うん、はい、で本当に気持ちを切り替えて、うん、私ももっとこうクリスマスっていう、 こう気分をこう楽しみながら、はい、まあ、味わいながら、はい、聴きたいと思います。じゃあ最後の曲も、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ前でダンスしてください。あ本当にいいですか。いいです。あ、はい、あそうですね。でこの曲で今日のライブは最後なんですけど、はい、おしまいの前にですね、なんかこう皆様の前でこう申し上げたいこととかありますか。挨拶はちょっと曲終わったら、あ終わってから、はい、またはい、はい、すいませんじゃあ終わってからということで、はい、行きます。じゃあ先に、はい、ジングルベルです。 SA のジングルベルです、はい、お願いします。
した。ああ本当にあの楽しかったです。楽しいでしょ。はい、うん、なんかこうスノボーっていうかあのこうスキー乗りたいになりました。はい、はい、乗りたいですね。上手ですか。上手じゃないですけど僕も腰が痛くて、はい、ダメじゃん。はい、いつか、はい、じゃあいつかあの一緒に、はい、乗ってみましょう。はい、はい、皆さん SA の、 あのライブはいかがだったんでしょうか。私は個人的に本当にあのいいあのライブだったと思います。であの本当はですね皆さんの前であの SA の、 あのいろんな曲をあの披露させていただきたいなと思ってたんですけれども、あの、まあ、遠く、まあ、隣遠く離れてはないと思うんですけどね、まあ、韓国、まあ、韓国からでもあの皆さんに小さいプレゼントでもあの差し上げたいなということで、まあ、今日のライブがあの、始まったっていうか、まあ、そうですね、することになったわけですね。で、今はですね、まあ、ちょっと皆さんと離れてるんですけれども、聞きますよね、そうですね、はい、でいつ行くんですか。来年じゃないですか。あ、来年、うん、何月かまだわからないですか。わからないですね、まだわからないんですけど、皆さんが僕たちを早く会いたい、うん、だと、うん、早く行きたいです。あ、早く来てよって言われたら私たち早く行くってことですね。あ、なるほど、あ、それいいですね。いいですね、明日でも来てよって言われたら。明日はちょっと怖いですね。あ、明日は行けないか。まあ、普段とちょっと違う姿っていうか、あんまりこう口が、まあ、うまくはないんですけれども、ラジオの DJ になった気分です。そうですね、はい、そういう風に聞かせるんですね。あ、でも本当に恥ずかしいですね。あんまりこう今の、 あの映像はですね編集しないで皆様にそのままあのこう公開するつもりですので、また私の下手こそな日本語がバレると思うんですが、はい。で、いや、でもここってあの SA さんのあのあれですね、あの練習するところっていうか、はい、あのスタジオです。スタジオですよね。いやすごいですね。なんかこうあれって誰が、あの、あれがいたものですか。アイアンマンじゃないですか。はい、はい、みんなが、はい、プレゼントを。あ、プレゼントですね。はいはい、なんかレゴとか、はい、レゴも。あ、僕はレゴ好きなんで。あ、これもプレゼントですか。はいはい、いやー羨ましいな。はい、はい、あ、ここにもありますね。これもプレゼント。はい、これは自分で買いました。なんか上手ですね。なんかこう貼り付けたんですか。はい、いやなんかすごいあのこうリアルですね。はいはい、なんか壁がなんかこう壊れるっていうか、あのなんか出てきそうですね。はい、いや、じゃあ僕がもらったなんか靴下もありますよ。あ、すごい。これもプレゼントですか。はいはい、いや本当羨ましいな。いつも僕はもらったんですけど、はい、プレゼントを今回は僕が、うんうん、ちょっとあげたいと思って。そうですね、はい、あの皆さんのためにですね、うん、何かこうしてあげられる何かがないんじゃないかなっていうことでライブをあの、考え出したわけですよね、うん、はい、いつか早く日本にいて、うん、皆さんの顔を見て、はい、うん、いい演奏をしながら、はい、うん、とまた僕たちのトークとかして、うん、早くそれをしてあげたいと思うんですけど、うん、そうですよね、本当に早く会いたいんですよね。そうですね、はい、私も同じあの、はい、まあ、ことを今考えてるんですけれども、はい、本当に来年またですね、あの日本に
で、お会いできたらいいな、お会いできたらいいなっていうか、早く会いたいです。はい。これからも、私たちはですね、皆さんのためにですね、ためにっていうか、内容を知ってあげれば、知って差し上げれば、喜んでいただいてるかことだけは考えてるので、はい、本当に何かこう、例えば映像とかが良かったら、よかったってなんかコメントでもしていただけたら、本当にチョアよ、だもんですね、はい、ありがたいと思います。で、何かこう、いやこういうところあまり良くないなって思うところでもいいんで、何でも本当に大丈夫です。私ダボンの個人っていうか Facebook に書き込んでください。はい、じゃあそろそろ今日はおしまいにしましょうか。なんかこの後何かさ、やりますちょっと怖い、でもないんだけど、これからご飯食べに行きますか。うん、そうですね。焼肉食べたいな。いや焼肉いいな。じゃあ行きましょう。じゃあ最後の挨拶しないとね。はい。せーの。じゃあカムサハミダでいいか。カムサハミダ。じゃあはい最後ね。ここで。はい。せーの。カムサハミダ。バイバイ。